目隠しでギターを当ててもらいます。こちらです。あ、エレキ、まあ、ヘッドはまあやっぱり後に触りたいんで、はい、でもやっぱ特徴的なのはこの後ろのこの触り心地が、これサテンなんで、うん、プッシュプルはないんで結構王道の感じだと思うんですよ、はい。一応現段階で考えてるところだとフェンダーのプレイヤーとかかなって思うんですけど、うんうんうん、あロゴロゴがあるここだから何のロゴかわかんないですけど、そしてここのこの四角いこのシールがゴミ箱のあのマークとかエコマークみたいな、これすごいフェンダープレイヤーっぽいですね、はい。じゃあもうフェンダープレイヤーシリーズだと思って、そしてここのヘッド触りますね、はい。ああもう甘いね。わかります、超簡単。これあれだ、スクワイヤだ。スクワイヤのストラトで店頭にあるギターが持ってきてるのが白いスクワイヤでしょ。いきますよ。うわーすごい